すごい。どここれ。そうですね、これゲーム序盤の、ところからね。はい、はい、右肩だ、ね、ずっとだからこういう画面でやってくるの。そうですね、 RE2 と同じ方法形になりまして、あ、ガンパウダー大事パーツ、同じガンパウダー、同じ感じですね、RE2 も同じグリーンハーブ、ちょっとアイテムを集めて、はい、はい、行こうかなと思います。ナイフ、あ、もうこれ、あ、お、おお、すごい壊し方や、弾がもったいないんで、はい、そうですね、この辺りも組み合わせも、そうです、見せちゃうんですか。これはいい、それは大丈夫、みんな知ってるやつや。はい、綺麗な色してたな今、桜餅の原料みたいな。綺麗だ、綺麗や。わ、シャッターが半開き。うわうわ、うわ入ってた。For survivors, we've got to get that train moving. あ、序盤ですか。ちょっと今チュートリアルで出ましたけど、はい、あの R1 を押すとこういうステップが今回 RE3 からはできるようになっております。はい、で距離、そうですね。RE2 ではなかったんですよね。RE2 ではなかったですね。こうちょっとゾンビに近寄られて危ないなと思った時に普通にこうちょっと距離を取る。これ便利、回避っていう使い方です。まあ、引っかかったので行きましょうか。おお、掘っていく、うん。フェンスに引っ掛けて。まあ、RE2 とかでもこう倒さずにまあかわしていくっていうところがそういう受け方もあったと思うんですけど、やっぱ無駄に弾を使わない、そうですね、そこが結構肝になった。おっ、手前からこのあれですよね、逆光、あ、ライトが見づらい、逆光感怖い、逆光、タッチの2人逆光好きですからね。逆光好きなんですよ。どういうこと？やっぱ写真撮る時は基本逆光で。誰か分かれへんやつ。洗剤もそうやけど。うわ、やばい、膝が。うわ。うまい。でも硬いですね。こうやって歩いてるみたいに、はい。なるほど。はい、と同じ操作感でもかわしながら全然行けますね、はい。雰囲気出てますね。このやっぱり照明からの。そうですね。まあなんかもう世界が全然やっぱ。綺麗ですね、すごい。綺麗。うわぁ。やっぱり、こういうところとか、ちょっと、細かいところも作り込まれてる。ほんとだ、ほんとだ。ポスター。なんですか、それ。なんでしょう。あっ、アーサーって書いてある。わかるかなと。わかった。まさかあれですか。あれね。はい。魔界の。そう、その後なんだよね。こういう小ネタとか、はい、おお、これなんで書いてある、あれ、アンブレラ、アンブレラなんていうヌードル、ヌードル、アンブレラヌードルなんてあんだ。ちょっと待って、その右、えトマトスープ。で気になるけど、かわいい。ラクーンシティの街並みなので、こういう生活感あるものも、なるほど、至るところに散らばっておりますので。あ、そこにいるのはゾンビですか。うわ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 、気になるな、いろんなところ。ドーナツ屋さん、結構なんかネオンが綺麗ですね。カーロス、I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. うわ、燃えてるけど、これ、これやめましょう。やめましょうよ。そうですね、まだここ行けないみたいなので。ああ、行かないです。せっかくやめましょう、言うたのに。本当にやめたの。うわ、やばいやばい。うわ、綺麗に。ああ。やばいやばい。これちょっと膝打ってるのは無理だな、これ。やっぱり RE2 のゾンビと同じように結構耐久力がありますので、こう止まれるとなかなか、はい、全然しなへん。ちょっと銃の衝撃も大きい感じが。やべ、やばいやばいやばい、積んだ。早っ。ただまあ街中なので、はい、こうなんかよくあるような
まさか。おーい、使ってもらえるとピンチを逆転できる。一掃できるようなものも結構置いてあるので。はあ、はい。どんなね。無慈悲ですね。慈悲などいらぬ。R2 は警察署の中、兵所がメインだったんですけど、はい、R3 はこうやっぱ広い街の中なので、やっぱゾンビの数もちょっと気持ち、R2 より多くいるので、結構囲まれやすい。あ、本当ですね、ちゃんと後ろもいないと。そう、なのでこう、前だけ。ああ、やばい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 。それといつの間にか囲まれて。痛そうな表情しましたね、今。ちょっとこうしてる。やばいやばい。あれとか、え、それも使えるんですか。すごい。ドラム缶以外にもこうバチバチするものとか、やっぱり数が多いものに対して、まあ、どう立ち向かっていくかみたいなものが置いてありますので、はい、なるほど。そういうところを活用して、はい、見回すとなんかアイテムがあったり、うん、そうですね、うん、逃げましょうか。はい、うわあ。街並みが色鮮やかや言うて、言うてはるわ、うん、見てはる。みんなそうですね、うん、うわ、怖っ。細かいですね、本当に。そうですね、細かいところまで作り込まれてるので、ぜひ。おお、やばいやばい。膝が強い。でも僕もこんぐらいは耐えられます、ね。嘘つけ。マジで。マジで。うん、いける。4発ぐらい。いける。全然いける。4発ぐらいはいける。いけます。うわ、やりたいな。大丈夫？早くやりたいな、これ。ああ。あ、いいですね。あ、これでさっきの柵の反対側に出たんですね。うん。先ほど緊急廃棄をちょっとまあ距離取るのに、はい、お見せしましたけれども、はい、これをもう少し突き詰めていくと、はい、こう今ジャスト回避、ジャスト回避的なすげえ的なものにも、何今のタイミングがいいとってことですか。そうですね、ゾンビの攻撃のタイミングに合わせてやるとこうジャスト回避という形、緊急回避ですね。かっこいい、はい、おー、これを使えるとなるほど。おー、かっこいい。ただタイミングも結構シビアなので、はい、あんまり過信するとこう過信してしまう。過信しましたね。今の教えるために過信したんですよね。いや結構難しいんですよね。ここが。だから前回にはなかった、うん。なかったですね。前回は。そうですよね。ないと。今回の新しい要素ですね。なのでヘッドに照準が行くってことですか。そうですね、あの緊急回避した後に、標準エイムをつける動作を行うと、まあ、カウンター的な動作で、はい、やりたいそれ。ここはやっぱりあの、はい、急所、あの窮地を、はい、切り抜けてきたスタートと言っていいやつですね。大丈夫、過信です、過信です、過信です。危ない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 、難しいんです。そうかも、難しい。連続でやるのはなかなか難しい。難しそう。本当ですね。でも玉節約のためにちょっと引きつけたりとかも、うん、極めたいところですね。当然、ね、新しく入ったんですけど、まあ昔いわゆるクラシックな楽しみ方したい方はまず使わないっていうのもね。使わなくて、そうですね。いや、わざわざ狙わなくても、はい、あの R2 と同じ進め方攻略の方法でも十分攻略できますので、はい、はい、ちょっと腕に覚えのある方とか、はいはいはい、アクション性ちょっと高いところで楽しみたい方っていうところでチャレンジしていただくっていうのもありかなと思っております、はい、なるほど。 かっこいいって来てますね、うん、本当だ、緊急回避かっこいい、うん、やっぱり修羅場をくぐったジルだからこそ。そうですね、ジャスト回避かっこいい、避けた。ドーナツ、ドーナツ屋さん、いろんな種類がある。ほんまや。まだ残ってますね。メニューとかメニューもある。ちょっと紫の何味だからかちょっと見たいんですけど。紫のあったんですよ。紫のあります。あ、ほんとだ。ベニーも。これ紫の。あ、ラズベリーだ。ラズベリーか。ラズベリーって。
細かいところまで本当に街の一個一個作り込んで、なんかメニュー読んだらちゃんと書いてありそう。本当すごいね。先ほどのメニューも値段までも設定されてるんで。ちょっと気になるわ。それ値段ぐらいは。ドーナツ多めですね。気になるな。どういうセットなんやろ。自分でやるときそんな余裕あるかな。ほんまや。あとは。あ、こんな鍵なかったね。しっかりしてんな。これはまあどういう開け方をするのかはちょっと。ああ、なるほど。はい。どういう開け方なんですか。どういう開け方なんでしょうね。そう言うと大人が怒られる。初級やんまだ。こういうのも。こういうのも。今セーフ。今のは何に使うんですか。今のは。めっちゃ聞いてくるやん。これで言い始めたらめちゃくちゃ下手やね。これでも。まあ、あるいつもこういう見方しますね。同じでちょっと気になるアイテム見つけたらこうぐるぐる回していただければ。これ見せちゃっていいやつですか。ここまではね。ここまではいいと。詳しくはちょっと。へー、やっぱいいですね。このアイテムがあんまりね、も最初持てないのがね、やりくりしながら預けながら。あ、こっちさっきのさっきあっちから来ましたよね。あ、そうですね。ぐるっと回ってきたっていう感じです、ね。なるほど。小走り。まあこうやって、まあ広い分逃げやすいっていうところもありますので、はい、まあ、状況とか見つつこう戦闘をかわして逃げるという選択肢も存分にあります。なのでご自身に合ったプレイスタイルでまあかわしていくのか、はい、あのアクションで緊急回避駆使して。ガンガン切り抜けていくのかっていうところはあの、はい、もういろんな楽しみ方がございますので、はい、あ、自分自身に合った楽しみ方で楽しんでいただければなと思っております。あのツイッターでは早速さっきのドーナツのメニュー表スクショ取られてネタやばいみんな調べてます。解析仕事早い。値段、ここの値段機調べるって。危ないよこれ。おえ、うそ。上から落ちてきたんかな。今のでびっくりしてたらもうやばいです。やばいな、なんでやろ、年なんやろね。さっき来ましたが、そうですね、また元の場所に戻ってきました。じゃあ意外と本当だ、ぐるぐる回りながらね。そうですね、今ちょっと消え、これ以上ちょっとまあ、お見せできないあなってしまうんですけど、まあ、ちょっとこういうところとか回りつつ、まあ、さっきちょっと燃えてたところ、はい、あったと思うんですけど、はい、さあどうやっていこうかみたいなところで、はい、という感じに。うわー、面白い。